こんにちは、トビです。ご視聴ありがとうございます。今回の動画は前回に引き続き落合博満バッティングの理屈、こちらの本に書かれているバッティングの基本について、落合さんが理屈をつけて書かれていた部分を分かりやすくお話ししていきます。今回の動画後半になります。ちなみに前半ではセンター返しについてお話ししました。もし興味がありましたらそちらもご覧ください。今回話す内容はコンパクトに振れとティーバッティングについてです。それでは早速後半の中身に入っていきますが、まず最初に前半のセンター返しをしろという言葉よりも言われたコンパクトに振れという言葉についてです。多分おそらくなんですが、体の小さい人ほど言われたことがあるワードだと思うんですよね。力がないとバットってちょっと遠回りしがちなんですよね、まあ、そういうことがあるから、そういうのを防ぐためにコンパクトに振れというふうに言われると思うんです。じゃあコンパクトって何でしょう。まあ多分ね、自分も含めてだったんですが、コンパクトに振れって言われると両腕と両脇畳んで締めて体の前で小さくスイングする、これがコンパクトだと思うんですよね。ただこれって絶対バットを強く振れませんし、打球も弱くなってしまいます。実際に僕自身も小学生の頃は内股の可愛い子で、力がなくてコンパクトに振れと言われて外野に飛ばした記憶が全くありません。そして落合さんの思うコンパクトとはこじんまりではなくて、無駄のないスイングがコンパクトのスイングなんだというふうにおっしゃっています。では落合さんの無駄のないスイングとは何なんだということですよね。これの答えとしては、理想としては大きく速くだそうです。この理想のスイングについては、パワー系のバッターでもコツコツ系のバッターでも同じだそうです。僕は左バッターなので、右打者の方は右打者に置き換えて聞いてほしいんですが、この投手側の腕っていうのは弓のような役割があるというんですよね。ということは、腕を張れば張るほど力強い打球が生まれやすいというふうにおっしゃっています。腕を伸ばした方が良いというふうに書かれているんですが、ちょっと補足で、まあ、正直にね、こうやって腕をピーンと伸ばすのではなくて、このストレッチの筋を伸ばすような感じで腕を張るといいと思われます。でそして次にこの星側の腕なんですが、しっかり押し込んで飛距離を生むためにあるというふうに言われています。そしてこの腰をひねった時ですね、ひねった時にこの肘が内側に畳まれるのが良いそうです。これに関しては相撲に例えていたんですけれども、やっぱりお相撲さんの突っ張りとかも肘を内側に入れて畳み込んで押し込んでると思うんですよね。でこういう風に外側に脇が出ている状態で突っ張ろうとしても力って全然発揮されないんですよ。なのでバッティングでも捕手の肘と体でしっかり押し込みましょうっていう風におっしゃっています。実際にこの動きをやってみると分かるんですが、今話したやつを実際にやってみるだけで、上半身はとりあえず落合さんっぽいスイングになるんですよ。ということは落合さんも自分自身のスイングをコンパクトに振っている、そういうイメージなのかなというふうに思います。まあ、そしてここまで来たら次ミートポイントですよね。腰をひねったらもうバットはもうボールに向かって一直線に向かわせるということで、これができているとおそらくフォロースルーって大きくなってくると思うんですよね。そしてフォロースルーが大きいというのは小さいより全然いいことで、まあ、その理由としてはフォロースルーが大きくなるっていうことは、少なからず体の内側から外側にバットが向かっていくんですよね。そういうスイングっていうのは多分インサイドアウトのスイングになってると思います。あとは落合さんの打ち方を見たことがある人はわかると思うんですが、投手側の踏み込む足がすごい開くんですよ。なのでボールに一直線に向かわせるっていう意識がないと、バットと体が一緒に流れていっちゃうのかなというふうに思いました。ということで腕をしっかり張ることによって深くなるトップ、そしてバットは一直線に振り出し、フォロースルーは大きく、これが落合さんにとってのコンパクトということになりました。どうですかね、これ無駄のないという意味だったら確かにコンパクトなんですけれども、僕の思い描いていたコンパクトとは全くイメージが違っていました。これはもうパワーとか打順とか関係なく、バットを正しく振るという観点で基本というふうにおっしゃっています。確かにこの打ち方だったら体が小さくてもできるスイングなのかなというふうに思います。力を使ってスイングするというよりは体の使い方ですからね。この上半身の打ち方だけでも小さい頃に身につけることができれば、かなりアドバンテージになると思います。そして次にこういう動きを身につけるために練習しますよね。その中でもティーバッティングやめませんかっていう内容があります。ちなみにここでのティーバッティングっていうのは、斜めからトスしたボールを打つことをティーバッティングとしてお話ししていきます。このね、斜めからトスして打つティーバッティングっていうのはボールを打つという観点ではいいんですが、やっぱりボールが斜めから来るので、センター返しにしてるつもりでも引っ張りの練習になっちゃってるんです。でもしも斜めからのセンター返しをするというのであれば、ボールをトスした人に打ち返すことをセンター返しっていうんですよ。言い過ぎかもしれないんですが、もう斜めから来るボールをネットに向かって打つっていうのは、もうファールを打つ練習をしてるようなものだそうです。で僕の中学校の頃のバッティング練習っていうのは、まあ、ネットをこうやって2枚用意して真ん中からトスしてそれを打つっていうのをやってたんですよね。今思えばあれがいい練習だったんだなって思ったんですが、その後高校に進学した後はそういう練習はなかったです。
やっぱり斜めから投げて正面のネットに打ち込んでいました。最近では結構このことが知られてきたので、ティースタンドを使って置きティーするのが主流になってきたのかなというふうに思います。そしてあともう一つ書かれていたのが、ティーバッティングっていうのはボールにいい回転をかけるためにボールにバットを潜らせたいんですよね。そういう感覚を身につけたいのに、ネットの高さって高くても2メートルじゃないですか。つまりネットに打つということはネットに引っかかる高さを打つ練習になってしまってるわけです。まあそうするとボールの上っ面を叩いたり、ネットの穴に入れようとすればドアスイングになったり、どんどん身につけたいことと真逆のスイングになってしまうんですよね。少し話がずれるんですが、ちょっと前にホークスの中村晃選手が少し遠くにネットを置いて、そのネットに打ち込むっていうのが SNS で拡散されているのを見かけました。じゃあ中村晃選手がダメな練習をやってるのかって言われたら、そういうわけではないと思います。まあ、その理由としては、僕が以前撮った動画で中村晃選手のアウトサイドの打ち方についてお話しした動画がありまして、でそこでお話ししたんですが、中村晃選手のバットの出方っていうのは少しね、体から離れたところから始まるスイングで、ドアスイングとは言わないんですが、少し外から始まるスイングなんですよね。さらに中村晃選手の打球というのはライナー性で低く速く鋭く、こういう打球が多いと思います。そういう選手がバットコントロールを身につけるというのを込みで行う練習だと思います。なので例えば弾道が高い選手、柳田選手とか岡本和真選手とか、こういうアーティスト系の選手がこの練習をしてしまうと、少し違う感覚が身についてしまうという可能性があるわけです。もちろん目的があってやるのであれば全く問題ないと思います。ちなみに落合さんや西武の中村拓也選手はわざとトスしたボールをこすってフライを上げる練習をやっていたんですよね。もうこの練習はもはや中村晃選手がやっている練習とは真逆ですよね。ここからちょっと自分の意見を寄せてもらうと、まあ、先ほどもお話しした通りなんですが、ちゃんと目的を持って斜めからのティーや低いネットに打ち込むというのであれば全然いいと思うんですよ。まあ、確かにね、変な癖がついちゃうということもあるかもしれないんですが、まあ、例えば引っ張るのが苦手なバッターも絶対いると思うんですよね。そういう選手に斜めから外角にトスしてもらって、それをネットに打ち込んで引っ張る感覚を身につけたいとか、なぜその練習をするのかっていう目的をちゃんと考えてほしいんですよね。やっぱり何も考えずに練習してしまうと、せっかくやった努力が無駄になってしまう可能性があるんですよ。これはダルビッシュさんの言葉なんですが、練習は嘘をつかないって言葉があるけど、頭を使ってやらないと普通に嘘をつくよ。こういうふうにおっしゃっているんですよ。目的を持って頭を使って、なぜこの練習をするのか、なぜ自分がこの練習をするのか、こういうことを考えて、ぜひ練習に取り組んでほしいと思います。ちょっと余談なんですけど、筋トレとかでもどこを使っているかっていうのを意識して筋トレすることによって効果が全然違うらしいんですよね。で、たまに見かけるんですよ。わー、上腕二頭筋効いてるみたいな、まあ、こういう感じに意識して筋トレするとか、なのでバッティング練習でもこの感覚を身につけたいからこの練習をするんだとか、ここの股関節使ってスイングドーンみたいな、そんな感じで意識を持ってやるのがいいのかなというふうに思います。いやね、この考える力を小さい時に身につけられればつけられるほど本当にいい選手になると思います。まあ、自分が子供の頃に戻れるんだったら、この前挙げたこの動きと考える力、これをつけたいというふうに思いますね。はい、ということで今回はここまでにします。まだね、本当に読んでる途中なので、また面白い部分があったら動画にしようと思っています。こんな感じで僕は普段バッティングについてのお話をしていますので、もしよろしければチャンネル登録、グッドボタン、ポチっていってください。ご視聴ありがとうございました。それでは、さよなら。